ちは、コムニママです。最近いきなり涼しくなりましたね。コムニは8月生まれで、今まで長袖のお洋服ほとんど持っていなかったので、この前ユニクロに買いに行きました。今日はユニクロで購入したお洋服を実際に着せてみて、ちょっとレビューしていこうと思います。今回買ったのはキャスキットソンが立ち上げたジョイオフプリントのコラボのお洋服3着です。コムニは今2ヶ月半で、だいたい身長が70センチで、体重は約 6.6 キロで、ちょっと多分大きめだと思います。で、今回70サイズ2着と80サイズ1着を買いました。本当はこれも70が良かったんですけど、ちょっと品切れだったので、まあ、どんな感じのサイズ感かなと思って、それをまあ見てみるためにも、ちょっと80でもいいかなと思って、ちょっと大きめのやつを1着買いました。どれもとても可愛らしくて、いろいろ柄も他にあって迷ったんですけども、男の子でも可愛く着れそうな3着をセレクトしました。じゃあ実際に着せていってみます。はい、着替えてみました。まず1着目はこのアヒルのお洋服です。ユニクロのベビー服は初めて買ったんですけれども、こういった感じでタグが外側に来ていて、内側が当たったりしなくて、肌触り赤ちゃんよく着れるので便利だなと思いました。あとボタンもこんな感じ、ちょっと紛らわしいところなんかは色がついていて、で掛け違いがないように簡単に着させれるようになっているので、すごくやりやすくていいなと思いました。サイズ感はこれ70なんですけども、まあちょうどいいかなっていう感じで、この秋冬はとりあえずたくさん着させられそうです。の白地にカラフルなアヒルちゃん柄がとても可愛いので、男の子でも可愛く着れると思います。最近左手を見つけて拳しゃぶりが好きなコムニです。はい、2着目はこちらの青のお洋服です。くすんだブルー水色にワンちゃんの手柄がついていますね。これも男の子で全然着れるので、なんか雰囲気的にパジャマにもぴったりかなっていう感じですね。かわいいねあ、ちょっと眠いみたいでサイズもいい感じです。はい、3着目はこちらのリバティ柄っぽい感じのお洋服です。これ70サイズがなくて80のを買ったものになるんですけど、ちょっとやっぱりもたつきがあるというか、着させられてる感というか、ちょっと大きい感じがあるんですけど、まあ着れなくはないかなって感じで、これから多分冬にかけてまた大きくなってくると思うので、どんどん着ていこうと思います。柄も白地にカラフルな葉っぱのような柄と、あとは動物の柄ですね、があるので、男の子も女の子も両方着れると思いますね。最近拳しゃぶりを覚えて、左手が大好きなコムニです。最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。この動画がいいと思った方はチャンネル登録、高評価ボタンよろしくお願いします。またねー